ビシッとローダウンできる上に走行性能も向上する車高調って今やスポーツカー以外でも人気のパーツですよね。でもこれだけたくさんの車高調が出ているとどうやって選べばよいのかわからない人も少なくないんじゃないでしょうか。というわけで今日は私住山が車高調選びのポイントをアドバイスしますよ。まずほとんどの車高調の車高調整方法は前調調整式やネジ式の2種類あります。それぞれどのように違うのか説明しますね。これはネジ式車高調と呼ばれています。ネジ式というのはこのロアシートを回すことによって車高を上げたり下げたりできるのです。ただちょっと注目していただきたいのがここの有効ストローク。ネジ式車高調は車高を下げることによってここの有効ストロークが減ってしまうのです。さらに下げていくとここが狭くなり路面からの入力で完全に染み切ってしまいます。そうするとこのバンプラバーとケースが接触してしまうんです。これがよく耳にする底付きという現象です。車高調が底付きしてしまうと乗り心地の悪化や走行性能に大きく影響してしまうんですね。一方前調調整式車高調はこのブラケット部分で車高を調整します。ロアシートで車高を調整するネジ式とは違い車高を下げても有効ストローク量が変化しないのが最大の特徴です。つまり車高を下げても底付きしにくいため乗り心地や走行性能に影響しないということなんです。だから選ぶんだったら前調調整式がおすすめなんです。では実際に走ってネジ式と前調調整式それぞれの違いをテストしてみましょう。テスト車両はインプレッサです。ネジ式車高調前調調整式車高調どちらも同じ車高で8の字を走行します。その時の違いを確かめてみましょう。それではネジ式車高調から車高を下げた状態で行ってみます。8の字を走って車高調がどうなっているか、まずはネジ式車高調から見てみると、やっぱり車高を下げたせいでストローク位置を示すタイラップはバンプラバーに接触し底付きしちゃっています。走行フィーリングはコーナリング中から立ち上がりにかけてアンダーステアになってしまいました。もちろんフルバンプするようなシチュエーションでは確実に乗り心地も悪くなります。続いてネジ式と同じ車高の前調調整式で行ってみたいと思います。そして前調調整式はストローク位置を示すタイラップを見ると予想通りバンプラバーはまだ有効ストロークが残っていますね。こっちの走行フィーリングは唐突な変な動きもなくナチュラルなスタイリングフィーリングでした。またネジ式の時のようなゴツゴツ感もなかったです。どんな車高調を選べばよいのか大体分かっていただけたと思います。そこで僕が自信を持っておすすめする車高調がこのクスコ 02E です。もちろん前調調整式ですから車高を極端に下げても有効ストローク量は減りません。それに 02E には他にもいろいろと特徴があるんですよ。まずは素材、ここ見てください。車高調って雨や泥の影響で意外と錆びやすいんですね。
錆びてしまうとどうなるのか。調整部分が固着して回りにくくなってしまうんです。でもこの 02E、 ここも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 全部ステンレス、だから錆びに強く長く使えるんですね。次に 02E はオーダー時に好みのバネレートに変更することができるんです。だから車の仕様や走るシチュエーションに応じて自分好みの車庫帳に仕様変更が可能なんです。お得でしょ。そして減衰力調整機能、ワンクリック変えるだけで違いの分かる5段階調整機能を採用しています。ですからワンクリック回せばビギナーの方でも確実に違いを体感できるはずですよ。ところで 02E にはイーコンというオプションパーツがあります。これは車庫帳の減衰ダイヤルにステッピングモーターを装着し、車から降りることなく室内のコントローラーで自由に調整できる優れものです。ぜひ 02E とはセットで使うことをお勧めします。さあ皆さん、 02E はどうでしたか。いい車庫帳でしょう。その他にもクスコには皆さんのニーズに合わせていろいろな車庫帳があります。乗り方に合わせてチョイスしてくださいね。